ハゴロモモは、水蓮木、ハゴロモモカニズをするアメリカ大陸原産の多年性水草の一種である。フササイとも呼ばれる。アクアリウムでの干渉用として栽培されることが多く、金魚もと総称される水草の一つであり、またカボンバやグリーンカボンバなどの名称でも売買されている。葉は主に水中にあり、細かく分岐して洗浄。火器になると、小さな不水場を生じ。 その溶液から花柄を伸ばして水上に白い花をつける。日本では観賞用のものが一出して1950年頃には野生化し、2020年現在では本州から九州の地上や水路に広く帰化している。葉衣もの名はその葉の姿に由来し、1929年に初めて日本に本州を導入した小石川植物園の松崎、直江によって命名された。 その後、不要の形が純菜に似ることからから、正宗原型によって、ふさ純菜の名が提唱された。葉ご桃は多年生の沈水植物である。地下茎はあまり発達せず、水中茎は根元で多数分子して、株状になり、上部ではあまり分子しない。茎の直径は2、4ミリメートル、長さは様々であるが、10メートルに達することもある。切り離された。 水中系は長期間生存可能であり、また節から根を生じて栄養繁殖単位となる。粘液質を分泌し、水中にある植物体はいくらか粘液質をまとっている。沈水用は耐性し、葉兵は長さ 520mm ほど。養心は基部で5・7列してさらにそれぞれが13回に差分岐し、細長い列片が線状に広がる。 角裂片の先端は、やや二分頭、顕微鏡で見ると虚子がある。芽生えて、最初の葉は、無分岐で、線状であり、その後も分岐が少ない葉を、数枚つける。植物体は、普通緑色から、オリーブ色であるが、赤褐色になることもある。常緑性であり、陶器にも、沈水葉をつけているが、鏡腸に葉が密集した、腰等芽を形成して水底に沈んで、マット状になる。 また栄養を蓄積した芽が切り離されて、植芽になる。下記には小さな不水刃をつける。不水刃は固定し、葉芯は強大型から矢尻形、長さ0.8、1.8センチメートル、縦状であり葉柄は葉芯の裏面中央付近につく。1ビット、羽衣桃、右は沈隅群1ビット。羽衣桃の沈水葉は耐性している 1C 水中の、 は衣ろ桃にある水上で開花している群生した、は衣ろ桃にビットは衣ろ桃の花と不水用日本では、夏季は710月、不水用の溶液から生じた花茎の先端に花を1個つけ、水上で直径6 5ト、mm、ルほどの花が開花する。花皮片は白色で基部が金色を帯び、3枚ずつ二輪に並ぶ。内花皮の基部には1体の密腺がある。湯水は、普通6個、 時に3個。死髄は3個。死性先熟であり、開花1日目は死髄が2日目には湯髄が成熟する。果実は比例開花であり、長さ4から7ミリメートル。種子は楕円型で 1.53x11.5 ミ、mm、リメートル表面に多数の異母状突起がある。普通生え目の昆虫によってそうこなされるが、 自家受粉によって種子を形成することもある。また栄養繁殖を頻繁に行う。染色体数は 2n イコール39,78,104であり、基本数は x イコール13であると考えられている。は衣ろ桃の生育環境は衣ろ桃の本来の分布域は北米南東部や南米南部であるが、北米西部、日本など東アジア、 東南アジア、インド、オーストラリア、ヨーロッパなど世界各地に広く帰化している。北米やアジアでは養殖され、世界中に輸出されている。日本では1929年に小石川植物園に観賞用として導入され、1950年には東京近郊で野生化が確認された。その後各地に広がり、1990年代以降には本州、四国、 九州の広い範囲の地層や河川、水路から報告されている。水質汚濁がやや進んだ水域にも生育し、大群落を形成することがある。羽衣ももは常に水中にあることを必要とするが、普通水深3メートル以前の地層、緩やかな流れの河川や水路に生育する。不栄養、低 pH の環境でよく成長し、アルカリ性の香水の環境は好まない。 水面が氷結しても生きていられる。気質は細かい泥質を好む。歯衣ろ桃を食べる生物としては、ハイドローターミティスネイトンズやパラクルズ、テキサスクーター、水鳥などがよく知られている。金魚もと総称される水草の一種であり、アクアリウムでの干渉用水草として最も多く利用されている種の一つである。海外から輸入され、また国内でも繁殖されている。 干渉用のものが一出したことによって、本種は世界中に帰化している。特に、オーストラリアでは問題視される、帰化植物の一つであり、水利用や人間活動を阻害し、また他の動植物の生育に影響している。そのため、オーストラリアでは羽衣ろの売買は、法律上禁止されている。また、日本では外来生物法において、 要注意外来生物に指定されている。ハゴロモモ族の他の種と類似している。イエローカボンバは沈水用の裂片がより細く繊細である。レッドカボンバの植物体は赤みを帯びる。ハゴロモモの中には以下の変種が認識されている。ありがとうございます。